You know what it is? Taco Tuesday!日が火曜日だ。皆さんごきげんよう。今日もバチバチに気合い入れて全力でタコス楽しんでいきましょう。そして今回ご紹介するタコスはチェキンティンガタコス。ティンガとは肉を細かく裂いたものを表し、このチキンティンガはメキシコ中南部のプエブラが発祥とされ、今やメキシコ全土で定番の料理となっています。まあ正直鶏肉のタコスでは圧倒的にうまいと感じる一品ですので、ぜひともお試しあれ。というわけで、日夜メキシコ人たちがネットルミへと注いでくれているレシピを試した上で、今回は日本人向けの材料で工夫したものをご紹介します。それではまずはいろいろ切る作業から。玉ねぎはみじん切り、あれこれ使うんで大きめのやつ1個ぐらいがちょうどいいです。振り分けはこんな感じ。まあ残しても冷蔵庫で干からびるのがオチなんで、うまく使い切りましょう。そしてライムもカット。ライム全然安くなりませんね。でもこのタコスの良さはライムに詰まっているので、ここだけは散財してください。あとはニンニク一かけらをみじん切りにしておきます。そしてもちろんパクチーも切っておきましょう。どうしても家なら板パセでも構いません、構いませんけど、初回はぜひともパクチーで。それじゃあ玉ねぎを炒めていきます。カレーと同様、なるべくきつね色になるよう炒めた方が甘みが出て美味しくなります。じっくり炒めて100点の料理を作るもよし、全く炒めず80点に仕上げるのもよしです。私は中間の90点を目指します。そしてすっかり忘れていましたが、ニンニクは事前に炒めてください。これだけでもう10点マイナスです。そしてスパイス、今回はクミンとオレガノですね。中南米の料理はだいたいオレガノ入れておけばそれっぽい味になります。そしてカットトマト缶半分を加え、酸味が飛ぶようさっと炒めます。あとはここに隠し味、ソースにチョコレート、ケチャップを加えます。これはチポトレアドボソースの代わりですね。チポトレとはメキシコの唐辛子ハラペーニョを燻製乾燥させたもので、これをトマトやスパイスで作ったアドボソースに漬け込んだものを現地では頻繁に使用します。しっかりとした辛さの中にコクと、まあやっぱりそのスモーキーさ、まあ、ちょっとバーベキューソースっぽいんですよね。まああとはやっぱり土の香りっぽい感じ、やっぱ独特ですよね。ということなんで、今回は日本で手に入りやすい中濃ソースとケチャップ、チョコを混ぜてアレンジします。もちろんスモーキーなバーベキューソースが手に入るならそれに越したことはありませんので使ってください。あと個人的に赤ワイン好きなんで入れておきます。あとはここに少量の水を加えて鶏肉を乗せていきます。今回はもも肉と胸肉半々で使っています。食感のコントラストが出るので個人的には半々が好きですね。さらにさっきのチポトレの味を再現するため、チリパウダーで辛みも加えておきましょう。色を赤くしたい人はパプリカパウダーも加えてください。その間に余った皮で鶏皮せんべいも作っておきましょう。現地のタコスであんまり見ることありませんが、本当に相性いいんでおすすめです。鍋で潰して15分ほど弱火で焼けば完成です。そしてティンガの具合はいい感じに火が入ってますんで、鶏肉は一旦皿に移し、こっちのソースはミキサーでペーストにしちゃいましょう。もちろんこのままでも十分美味しいタコスになりますんで、ペーストの作業はお好みで。そして鶏肉は繊維状にほぐしておきます。なんか裂けるチーズ思い出しますね。この作業めんどかったら普通に鶏肉ぶつ切りでも大丈夫です。でも裂いた方が絶対にうまいです。あとはこれをもう一度鍋で合わせてさっと煮込んだら、チキンティンガの完成。あとはサルサ、今回は具が赤いトマトベースなんで緑色で攻めます。まずは毎度おなじみサルサベルデ。本当はハラペーニョが理想ですが、今回は手に入らないのでピーマンで代用し、辛みはタバスコで補強します。あとは玉ねぎ、パクチー、お酢とライムを加えて混ぜておきましょう。これで無敵のソースの完成です。そして久々のワカモレですね。まずは主役のアボカドを剥いていきましょう。あとはこれをフォークで潰して、さっきの玉ねぎとライムに塩を加えたら完成。基本のレシピではトマトのざく切りを加えることもありますが、今回はなしでいきます。さてそれでは最後にトルティーヤを作っていきましょう。いつも通りマサハリナに水と塩を加えてよく混ぜ、まとまったら 20g ずつに分けておきます。そしたらこれをジップロックやクッキングシートに挟み、鍋の底やトルティーヤプレスで潰していきます。事前に軽く手で潰しておくと綺麗に広がります。
しかしまあぶっちゃけですね、何十枚も作るとなると絶対にプレス機買った方がいいです。めちゃめちゃ楽なんで。でも死んでも買いたくない人は変わらずのフライパンの底で戦いましょう。結局最後に信じられるのはパワー、筋肉パワー。あとは両面30秒ずつ焼けば完成。こんな具合に軽く潰して膨らめば20丸です。保管は変わらず、保湿できるポットや袋の内側に布やキッチンペーパーを敷いて適度な湿度を保ちましょう。それではいざ実食の時。じゃあまずはやっぱり王道シンプル、直球が一番うまいですからね、うん、ここに玉ねぎがっつり乗せて、でパクチーがっつりいきましょう。がっつりもうがっつりいっちゃいましょう。そしてライムダクダク、よっしゃよっしゃ、よし、じゃあいってきます。よし、いってきます。ああやっぱうまいわ。ああうんうんうん、もう表現する言葉が見つからない。うん、お前は本当にチキンかっていう、もうチキンでここまでいけるっていう、もう本当にただそれしか言えないですね、うん、うまい、マジでうまい、うまい。じゃあお次はもちろんティンガを主軸にオニオンと、じゃあ若盛りいってみましょうか。若盛りね、うん、もう最強なのは分かってますからね。でパクチーもりもり、どんなにパクチー綺麗な人でももう持ってほしい。もう一回試してね、うん、話は持ってからですよ。はい、そんなね嫌いだどうこうっていうのはね、持って食べてみてください。もうでダクダクですよ。でちょっとね、秘密兵器その1、ちょっとカッテージチーズですね今回。ちょっとクリーミーさを追加してね、これやばいでしょ。じゃあ行ってきます。よし、行ってきます。あ、うん、マジでうまい、うん、マジでうまいね。やっぱねタコ、うん、まあ、うん、いやこの料理、まあその流行り始めたのここ3、4年ぐらいだと思いますけど、よく隠れてたよねここまで。あ、どうやって隠れてたんですかねこのうまさでね。乾杯。あ、ただちょっとね今回その辛さが足りないんですよ正直ね。そのチポトレ使ってないんで唐辛子を。次はもちろんサルサベルデをね、ちょっと今回タバスコ多めで辛くしてるんでたっぷりいきましょう。たっぷりでライムダクダクですね。はい、ライムダクダクで、でパクチーワッサワッサいきましょう。パクチーワッサワッサいきましょう。よし、じゃあいっていきます。いきましょう。やっぱお前だわ。いやーうまい、これわ、ちょっとこれ若盛り勝負になんねえぞ。マジでうまいわ。うん、今までサルサベルで外れたことないですもんね。うん、明らかにこの爽やかそうな見た目に反してものすごいサポート役というか、うん、程よい酸味と辛味、うん、まあ、なんかね、もうタコスのために生まれてきたと言っても過言ではないですよ、うん、サルサベルデって本当にこう、ね、イタリアはもちろんいろんな地域で食べられてるんですけど、やっぱりねタコスが一番合うんじゃないかなって個人的には思っちゃいますね。それぐらいやっぱり強いですね、本当に強いですね、うん。まあ、今回そのタコスがね、ごめんなさいねこんな喋ってね、今回そのタコスがねトマト系なんでね余計に相性がいいですね、うん。しかも今回のタコスねめっちゃ軽い、めっちゃ軽い、もう今ね4個食べてるんですけどマジで食べた気がしないですね。じゃあ今回は秘密兵器その2、鶏皮せんべい。これ
これもうすでに試し済みですけどね、これやばいですから、はい、これやばいですから。で、ライムダクダクでいってきます。よし、うめえ、もう何も言えねえぐらいうめえ、うん、うわうわ、まだタコスを作ってない方がいらっしゃる。え、嘘でしょ。まあ皆さんもね、新年新規一点ではないですけどね、何か、うん、こういったね、食べたことのない料理とかもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。まあ、このタコスだけは本当に後悔させません。うん、絶対に何か得るものがあると思うので、ぜひとも作ってみてください。それではまた。